どうも、毎度です。ニックです。いや、今日はね、今さっきね、ちょっと昼飯を家で食ってたんですけどね、まあ昼飯食った後でカウチに座ってちょっと喋ってたら、なんかえらい眠たなってきたんでねおっさん満開なんやけども、ほんまこれあかんわと思って、こんなもん、もうこんなとこで今寝てもうたらもうデブ一直線やんと思いながら、もうちょっと気合い入れて、ちょっと俺バイク乗ってくるわっていうことで、直後の運動代わりにバイクで出てきました。まあ、でもね、今日も日差しがそんなに強くなくって涼しい天気なんで気持ちいいですね。まあとりあえずね、まあ今日の話のネタとしては、まあいつも通り、まあ特にないんですけども、10月に日本帰るの決定しました。はい、チケットも取ったんで10月に帰国します。イエーイ。でですね、10月に、いつもの、デルタ航空で大阪帰ります。まあ去年はね、成田経由で伊丹っていう感じやったんですけども、今年はね、行きも帰りも、成田じゃなくって、羽田経由で、伊丹という感じで帰りたいと思ってます。はい、いやー嬉しいね。まあ今年最後にちょっとガツンと遊んでね、今アメリカ戻ってきて、年末までガツンと仕事して新しい年迎えると。はい、もう今年ももうでですね、もうテンション上がったり下がったりで大変なんですけど、一応ね、日本に、帰国するのが10月の26日ですね、土曜日かな、だから多分日本に着くのは27日の日曜日やね。はい、でアメリカに帰国するのが11月の10日の飛行機、日曜日ですね。11月の10日の飛行機で、伊丹から、羽田で、羽田から、直行ではないですけどもアトランタに戻ろうかなという計画です。いやー今年もあとあれですね、またみんなと会うの楽しみやね。まあ大体いつもこの時期に帰ったら、確か前回もそうやったけど、11月の3、4とかっていうのが連休なんですよね。だからもしお時間ある人行ったら、4日の祭日かにどっかでツーリングするなり会えたりしたらいいなと思ってます。はい、でまあまあまあツーリングって言うと、まあもちろん僕ね、レンタルバイクをせなあかんので、バイクを借りなあかんのですけども、まあ一応それも予定っていうか、まだね予約は取ってないんですけども、まあ前回の、動画で言ってた通り、まあ11月の1日から、そっから1週間ぐらいね借りようかなと思ってるんで、まずまあもうそのスケジュールで
というかその予定で決定ですね。うん、まあ来月ぐらいになったらちょっと電話して予約だけ取っとこうかなと思ってるんですけども。うん、エクセレント。まあ今のところは決まってるとこはそんなとこかな。あ、ちゃう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 。あとそれとですね、去年ね、あの僕帰国した時にまあサプライズで金沢の、元風呂がね、いつも仲良くしてもらってるんですけども、新の字チャンネルの新さんがですね、去年わざわざ金沢のしかも七尾から大阪までね、モンスターに乗って会いに来てくれたと、うん、で本当短い時間でやったんですけどすごい楽しい時間過ごすことができたんで、今年はね僕が金沢の方にちょっと嫁ろうかなと思ってます。でそのお休みの方もね、まあ、シンさんがお休みの日に合わせて一日ね行こうかなと思ってるんで、その、まあ、金沢というか、まあ、北陸ですねに突撃予定は、10月の30日の水曜日、まあ、水曜日がね、まあ、シンさんお仕事お休みみたいなんで、10月の30日に七尾の方に現れようかなと思ってます。まあ多分ねやっぱり水曜日の朝から1日って絶対無理なんで、距離的なことも考えたら無理なんで、とりあえず29日の、まあ、時間とかは分かんないですけども、まあ、29日のうちに金沢の方に入ってで、一泊で次の日の水曜日に新さんと、まあ、夕方ぐらいまで、ツーリングしてそっから大阪帰れたらええなとか思ってるんで、まあ一応そういう予定に組んでますんで、もしね、まあ平日なんでね、まあなかなか難しいかもしれないですけども、まあもしどっかで会える人がいたら、北陸あたりで会えれば嬉しいと思ってます。うん。まあそのツーリングどこ行くかとか。僕がどうやって金沢まで行くかとか、どうやってツーリングするかとか、そんなことはまだ一切決まってないんで、うん、そこはその日になってからのお楽しみということで。とりあえずね、まあ大きな問題がない限りは、10月の29日、30日と、北陸、金沢の方に行こうと思ってるんで、時間があれば会ってやってください。はい。まあお土産も何もないし、また手ぶらですけども、うん、もしよかったらお歌ってください。はい。で、時間あったらバイクで一緒に走りましょう。ということで、今回は、日本への帰国が決まりました。その日程と、今年は北陸に行きます。平日ですけど行きますんで、もし時間ある方は一緒に走りましょうということでした。はい。じゃあまたね、いろんなこれ予定がこれから決まってきたら、ツイッターとかでも
つぶやいていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ今回も最後までご視聴どうもお気に入りでした。それではまた、じゃあね、バイバーイ。